てみてもらってもいいですか。はい、ありがとうございます。さあ皆さんこんにちは、あさひなゆです。本日はですね、コウメコレクションの密着動画になります。今メイクをし始めているという状況でございます。今回あの生田神社のところでやるんですけど、そのコレクションに出るのは初めてです。でも神戸コレクション自体は何度も出演させてもらったことはあります。メイクは神戸さんです。神戸さんです。よろしくお願いします。今日着るお洋服は全部で2着ですよね。今日2体ですね。2体、明日も2体、全部で4体。4体です。今から着替えに行って最終の、メイク直しをしていただきます。でちなみにメイクは完成しました、はい、なので着替えてきます。いってらっしゃい。着替えたので、アクセサリー と、パンプス実は、現場で履くことになったので、今とりあえずコートとパンツを履き替えてきました。でメイクを最終調整します。完成しました。それであとアクセサリーをつけて、パンプスを履いたら終わりです。なのでもうこの状態のまま、会場に向かいたいなと思います。緊張とかしないんですか？してる。いや、ほんとにしてない。行ってきます。一着目を着きました。どうでしたか？楽しかったよ。全然緊張しなかった。本当ですか？うん、一着目に向けて今ヘアメイクをチェンジしているっていうところです。またね、ちょっとこの後次も、衣装の、ね、イメージが結構ガラッと変わるので、ちょっと変身していきたいなと思います。本日はこれにて終了でございます。また明日。はい、また明日なんですけど、この後ね、ちょっとみんなでご飯食べに行けたらななんて思っているので、食べに行って終わりっていう感じになります。で明日も朝10時くらいから入って、ちょっとあのファンの方とテレビ電話したりとか、ちょっと生放送に出演させてもらったりとか、ショーに出演させてもらったりとかしますので、ちょっとその様子も動画に収めていきたいなと思いますので、皆さん引き続き見ていただければ嬉しいなと思います。はい、おはようございます。おはようございますっていうの時間でもないんですけど、2日目が始まりました。今メイクが完成して、これから髪をセットしていただきます。でその後テレビ電話、そうですね、生放送出演してテレビ電話やってショー2回っていう感じなので、ちょっと今日も楽しんでいきたいなと思います。緊張する。緊張する。はい、聞こえますか？よろしくお願いします。
んにちは。神戸コレクション頑張ってください。ありがとうございます。多分ね、でもこの後もしかしたら遊びに来られるかもしれないってことだったんで、はい、ぜひ楽しんでいただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったよかった、ありがとうございました。2回目もお願いします。はい、2回目14時35分、35分から、はい、はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。2日目ランウェイ終わってどうですか？2日目1体目を、トップバッターで今回歩かせてもらったんですけど、初めてだったのね。めちゃくちゃ緊張したわけではないけど、ちょっとなんか緊張した、いい緊張感だなってすごいなんか歩く直前に感じてた。続いて2着目がコーチです。もうね、メイクも完成してて、あとはちょこっと直してもらって出演するっていう感じでございます。もうそろそろかもですね。戻りますか？そうだね、呼ばれるかもしれないし、神戸コレクション2日間ファッションショー終わりました。もうしっかりとメイクも落としたので、これからまあちょっと新幹線に乗ってゆっくり睡眠を取りたいなと思います。裏側とかなかなか動画で収めたことなかったので、皆さんも面白かったんじゃないかなと思うんですが、いかがでしたか？コメントいただけると嬉しいです。はい、ということでこの動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。さあ、それでは次の動画でお会いしましょう。朝日奈恵でした。